どうも、吉祥です。本日ですね、5月9日0対1対ヤクルト負けました。ボヤー。いやー、まあ今日はちょっとねー、まあ村上もすごいピッチングして、まあ完全に流れが来てなかったっすね。なんかそのなんか、まあその最終回、まあサトテル打って、まあミエセスがセカンドゴロで、まあ、ワンアウト三塁になって、まあ代打鍋亮で、でまあこっから逆転して、そのもうこれだから阪神ファンはやめられないみたいな、そういう展開かなと思いきや、まあ鍋亮、木浪と、まあ、連続三振ということで逆転ならずということで、まあちょっとこれはちょっとね、まあちょっともうちょい言ってくれって思いましたけども、マジで最終回と、5回かな、6回かな、6回か。6回に2アウトから3連続フォアボール、で、2アウト満塁になったんですけど、そこから点取れず、直後、ホームラン打たれて、それが決勝点となると。だから村上が投げてると、マジでタイガースの人、全然打たない、タイガースの人っていう、タイガースの打線陣、マジで打たなくなるよな、本当に。なんか、その、本当に完璧にさ、村上が今まで完璧にゼロに抑えてたから、まあ、勝ち星に上げれてましたけど、ねえ。なんか、1-0 とかで勝ってる試合多くない？なんか、村上が投げてて。なんか、ちょっと、申し訳ないっすよね。なんか、もうちょいね、余裕持って投げさせてあげたいですけど、なんか、その、何？そのさ、先週はさ、まあちょっとね、タイガース的にも、まあ土日、まあ休みが続いて、まあちょっとね、まあちょっとコンディションも良かったのか悪かったのかわかんないですけど、逆に、村上は土曜日先発予定だったのに、スライドして火曜日先発でこのピッチング、これはね素晴らしいっすよね、本当に。いやすごいわマジで。はい、マジでタイガースのエース格にね昇進しつつありますよね。あーで4月ね月間 MVP おめでとうございますということで、誇らしいですね。もう村上様と言ったらね、タイガースの村上様とタイガースの方のね、村上が、ね。まあ今、村上様とね、して浸透し始めてるわけですけども。いやー、もうそのさ、その、まあ、ね、3連勝中だったんですけど、まあね、3連勝中で、やっぱバウアーがちょっと炎上してくれて、まあ、ベイサーズも負けて、ちょっと点差を縮めたかったんですけども、ゲーム差をね、縮めたかったんですけど、まあ、タイガースを負けてしまって、まあ、ベイスターズとの3連戦が、この後荒木じゃないですか、ヤクルトの後に。今永、大貫、バウアーが投げると、その3人が投げるっていうんで、まあ、ちょっとね、まあ、覚悟しなきゃいけないじゃないけど、このヤクルトとの3連戦でゲーム差を縮めたいところだったんですけども、ここで落としてしまうというね。いや、前もさ、だってさ、その、6対0からさ、逆転して、で、まあ、次の試合逆転してっていう逆転。そういう試合やった後にさ、なんでまた打てなくな、なんかその、何その、タイガースのさ、タイガースファンのさ、そのメンタルを不安定にさせたいのって本当思うわ。まあなんか
もう何回も言ってるけど、これもね、突然打ってなくなるしね。何回目っていうか、突然打ってなくなるのやめてほしいわ、ちょっと。はい、ということで、まあ別にね、そのまあまあ岩貞も、まあ完璧なピッチング、ケラーもまあファーボールありましたけども、しっかりゼロで抑えてという感じで、で、まあ、中野の守備も大山のね、いいね、守備もありましたし、ミエセスね、まあいい守備で、やっぱりこういう硬直した状態ってやっぱりホームランで決まることが多くて、うん、っていう、まあ今日ね、ミエセスホームラン打ってないですけど、やっぱりこんな感じだと、やっぱね、まあ今永、大貫、バウアー、ちょっとごめんなさい、明日のね、先発ちょっと確認してないんですけど、まあベイスターズとの3連戦はいい投手が、続くということで、やっぱりね、そういう時試合をというか流れをね、ちょっと持ってこれるのは、やっぱりそういうホームランバッターっていうか一発があるバッターだと思うんで、やっぱり井上とか使ってほしい気持ちはあるんですけど、井上、小野寺とか、まあ使ってほしい気持ちはあるんですけど、まあちょっとまあ、ねえ、懸念されていた守備が悪くないんで、まあミエセスもうちょい使い続けるのかなという感じはしますね。僕の中でそう思ってますね。で、まあ9回ね、まあ坂本には代打出すんだという、ことですよね。梅ちゃんには、代打出さないのに、坂本には代打出すと。坂本もだって6割ぐらい打ってんだよ。だって6割そんなってね、3割以上打ってて、調子も悪くないのに、坂本はスタメンマスクかぶって初の、敗戦ですか。いや、でもめちゃくちゃね、まあ、いいのにね、いいのにっていうか、まあ別に悪くなかったんですけどね。で、今確認しまして、明日の先発が西勇輝ですか。いやー、まあちょっとね、前回、前々回とちょっとまあ本来の、調子ではないので、ちょっとね、まあ青柳さんといい、まあ、まあ、西勇輝といい、ちょっとね、まあ、タイガースをずっと支えてきた、まあ、結構タイガースの投手陣の中でも年は上の方の投手がちょっと今ね、苦戦してるので、ちょっとね、この流れ、断ち切ってほしいですね。本当にね、いやー、ちょっとそう、いや、ま、木浪もね、今日内野界今日は中野マルチ、木浪もしっかりヒット打ってますし、で、ね、ま、近本中野が今3割切る中、もうちょいでね、規定打席到達する木浪が3割、ま、4分ぐらい打ってる状況で、まあね、何年か前か木浪1番打ってた時ありましたからね、まあ本当にこういう打てないっていうか打線が繋がらない、期間が続くのであれば、ちょっと木浪のね、位置の、ね、起用法の変え方とかね、打順の入れ替えとかも、逆にちょっとノイジーがね、今ちょっと、まあ、まあ今日も0安打で、まあなんか4の1、4の1とかが続いて、まあ打ってはいるんだけど打率が少しずつ下がってって今2割5分付近ですか。なんでちょっとまあノイジーもね、ちょっともうちょいなんか爆発してほしいって言われたけど、そのなんか、まあ復調、まあ2割後半には、打率の、戻して、惜しいといったところですよね。やっぱりね、本当に。いやー、で、まあちょっと話戻りますけど、すいません、坂本にね、代打で鍋量の場面ありましたけど、なんか、その梅ちゃんに対して、梅ちゃんのところでは代打出さないのに、坂本のところで代打出す、理由がちょっといまいちわからないですね。なんか、そこの一貫性がないというか、まあ、梅ちゃんね、確かに調子悪いんですけど、やっぱりね、叩かれすぎてるところもあると思ってて、やっぱり。なんかね、
やっぱりその梅ちゃんのイン、なんだからインスタかなんかのダイレクトメッセージなんか誹謗中傷みたいな、まあそれとかマジ意味わかんないんだけど、それはね、ほんとやめてください、本当に。タイガースファンとしてもやっぱりそれはファンの、ね、あるまじき行為とは思うんですけども、やっぱりね、糸原とかもさ、めちゃ悪くないんだけど、糸原の起用が悪かったから、やっぱ糸原、ね、その糸原にもね、まあ、矢野監督がねちょっと結構原因なところあると思うんですけど、で糸原が結果その炎上してしちゃ炎上というかなんかその叩かれちゃってて、梅ちゃんもねちょっと起用法をね岡田監督ねかもうちょい考えてほしいな。なんかまあマスク被るのは別にいいんだけど、やっぱりね代打出すとかね、やっぱそういうねまあ起用法をしてほしいと思うんですけども、いやー、まあ、こういうね、拮抗した、試合の時はなおさらね、やっぱり融通の効いた采配をね、望みますということで、いやー、ちょっとしんどいな。今日試合もめちゃくちゃ早く終わりましたよね。なんか2時間40分くらいで終わったのかな、なんか。はい、ということで、今日はね、だいぶね、なんかその、テンションも下がってたんで、なんかその、ダラダラっていうかなんか、まあ、ダラダラも喋っちゃったんですけど、まあ、ちょっとね、勝ってね、ハキハキ喋りたいですね。やっぱ、なんか、比較動画とか作ってほしいわ、なんか。その、負けてる時こんなテンション、勝ってる時、いいよ、ずっと笑顔で喋ってると思うんで、僕ね。このね、明日、明後日と、勝って、このヤクルトとのカード勝ち越してね、また、そうですね、あのベイスターズ、首位のベイスターズと、当たりたいですね、本当に。はい、ということでまた明日はね勝ってお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。